こんにちは、自転車です。こんにちは。今日はね、町田の日本酒ラボというところに来まして、そうそう、ここはこのように日本酒がいろんな種類がですね、こんな風に3300円で飲み放題という、しかも持ち込み放置裏ということで、早速これは何だっけ、とりあえず乾杯ですね。ここに本日私が飲んでるのは新潟の笹祝いでございます。笹祝い純米吟醸無料化、ちなみに私は何だったっけな、辛口のお酒、炭の絵です。宮城の炭、ごめんなさい、天吹ですね、佐賀の天吹ですね。飲みやすいお酒ですね、これすごいね。持ち込み OK なので、こんな風にですね、近くの町田商店のラーメンを今回限りということで、この茹でた麺を入れたものをこんな風にですね、入れてもらいました。今日は九州の福岡の方、福岡の、あそこは何だっけ、宮若市の方なんですけども、やっぱ争点としては、本人の方はその名前とかね、役職というのを別にインターネットで公開してなかった、なのに、童話地区域で晒されたと、そういう話だったんですけども、ただ今日になってね、こういう項第456章号証、原告側のこういう証拠が出てきまして、これはどういう趣旨かっていうと、この前ですね、10月6日にこの表記をね、本名役職バリバリ載ってたんですけど、これですね、そうですね、A さんに変えましたということですね。でしかも本当につい最近ですね、変えたのが。だから本人はこれインターネットに載ってるっていうのを知らなくて、この日本キリスト教団、小島教会、岡山のキリスト教ですね、ここが載せてたんですね、ブログに本名とか、それで、それをつい7月でしたっけ、7月に弁護士から指摘されて、それで本人がこの笹井さんっていうね、このブログの運営者に連絡してお願いして名前を変えてもらったとかいう、そういう経緯だそうなんですね。であとはなんか結婚差別、親戚が結婚差別されましたというような話だったんですけども、ただなんでそこでね、じゃあ部落出身だというのがことが分かるのかということで、私の方がそのなんでそもそも分かるんだって聞いたら、向こうが答えるには自分から言ったんじゃないかっていうことで、じゃあ部落指名総監だの部落の名前だの関係ない話、関係はなない話じゃないですかっていう。あとは林保館が地元にあって、これ童話対策施設だっていうことをもうみんな知ってるんじゃないかっていう、そういうおなじみの話をやったわけです。それでそれだけじゃ特定できないみたいなことも言ってます。向こうの言い分では、その林保館というかね、その童話地区施設、これは毎度言ってることなんだけど、林保館は必ずしも部落の中にあるわけじゃないっていう話なんだけども、ただでも今回に限っては部落の中じゃないですか、あの林保館は。そういうことだから、ということで、そこを裁判官がどう判断するかなんです。一応ね、次の裁判の日程なんですけどね、申し上げますと、そうですね、さすがにもう来年には判決出ます。2021年3月18日13時30分103号法廷、また傍聴券配られます。東京地裁で最終弁論があります。ここで双方ね、20分間意見書を読み上げるという、ちょっと儀式のようなことをやって、それで決審、もう5年ですかね、この裁判、長きにわたる裁判、これで一度一区切りというか、でも分かんないですよ、この後控訴するだの何だのって話になるかもしれないんで。そうですね、今回ちょっと面白かったのがやっぱりね、これですわ、キリスト教ですね、やっぱりね、すごいこう関わってましてね、これやっぱりその特に印象的なものとしては、94年の、広島で起きた、いわゆるこの結婚差別というね、それで自殺したという元の、これは一種のプロパガンダに使われたんだけど、そのキャラバンを担ったのが一つがこれですわ、これで以来もこの人たちはもう一気にその一気というわけじゃないんだけども、活動のね、
うん、そうそう主流になってたというのかな、そういうことで。そうですね、キリスト教はすごく関わってたんですね、うん、ブラックモンドに、ね、ちょっとね、この話が出てきた時に、ああなるほどなっていうのがちょっと一つ、私も結構こっちの方を監視者のもんだから、ああこういうことなんだと思ってね、ちょっと注目しました。はいはい、で、こんなとこ、まあそんなところですね。ということで裁判についてはこんなところで、で次の議題なんですけども、津市の皆さんがお待ちかねのはこれですよね。まさに情報公開請求で津市から手に入れたあれです、相生自治会長の件の関連文書ですね。僕もちょっと実は今初めて見るんですね、これ。あ、これはもうしまっときましょう。初めて見るんだけども、あれ、うん、ちょっと待って、こっち側ですか、こっち側、こっちは開示決定書ですね。開示決定、掲示板、掲示板、あ、29年、うん、そうなんだ。こっちがゴミ箱、ゴミ箱、決定書と確認書。とりあえずまずね、掲示板の方から見ましょう。掲示板の補助金が、相生町自治会の決算書だと13万円かかって掲示板が設置されたんだけども、なぜか補助金が19万5000円出てるというおかしなことになってたんですね。ちょっと一杯持っていいですか。あ、どうぞ。